今回は、いい習慣を継続する、あるいは悪い習慣を断ち切るためのちょっとしたコツについてお話ししたいと思います。で、前提としてですね、人は報酬によって動くということがあるんですね。で、ここでいう報酬っていうのはお金とか物とは限らないです。例えば、歯磨き。歯磨きによって得られる報酬っていうのは、口の中が清潔になることなんですけれども、実はね、人はこの口の中が清潔になるっていう報酬のためには動かないんですね。そのために歯磨きってなかなかできないんです。なんでかっていうと、口の中が清潔になったかどうかってすぐにはわかんないじゃないですか。一般家庭で口の中の清潔度を測るような機械なんてね、そうそうないですから。で、代わりにですね、歯磨きした直後に得られる報酬っていうのがあるんですね。それが口の中にスーッと広がるミントの爽やかな香り。実はあれが歯磨きの重要な報酬なんです。口の中に広がる爽やかなミントの香りって確実に得られるし実感できるじゃないですか。で、実はですね、ミントの香り、ミント成分っていうのは、口の中をきれいにするのに必須ではないんですよね。ただただ気持ちいいだけ、爽やかな香りがするだけなんです。で、実際、かつて、ミント成分がない歯磨きっていうのが発売されたんですけども、これ全然売れなかった。やっぱりね、ミントの香りがないのって、歯磨いた気がしないんですよね。もちろんそのミント成分のない歯磨きっていうのは、ちゃんと洗浄効果はあるんですよ。他の一般の歯磨き、ミント成分が入っている歯磨きと同じくらい歯の中が、口の中が綺麗になる効果があるんだけども、やっぱりミントのスーッとした爽やかな香りがないと、みんな歯磨いた気にならないんですね。報酬を得られない。ということで、そのミント成分が入ってない歯磨きは全然売れなかった。っていうことがあるんですね。次にね、筋トレの話します。健康のためにね、筋トレしたい。筋トレの習慣をつけたいっていう人多いと思うんですけども、なかなか続かないと。そういう人多いと思います。で、筋トレの報酬っていうのは健康な体とかね、かっこいい体。これが手に入れられるっていうことなんですけれども、でもこれってすぐには手に入らないじゃないですか。筋トレしてね、1週間やそこらで、そんな体って変わらないですよ。だから多くの人は、ちょっと筋トレしたけども、全然体変わんねえなっていうことで、やめちゃうんですよね。じゃあ、どうすればいいかっていうことで、筋トレの後にね、この歯磨きの後のミントの香りに、対応するような何か報酬を作ればいいんですよね。例えば、好きなドリンクがあるとしたら、トレーニング後にその好きなドリンクを飲むと。これが報酬になる。で、好きなドリンク飲むために頑張ってトレーニングするぞっていうモチベーションになりますよね。あとは、例えば、自分のお気に入りのウェア、服とかね、短パンとか靴とかを作って、筋トレの時にはそのお気に入りのウェアを着てやるぞと。この場合はお気に入りのウェアを着てトレーニングするっていう行為自体が報酬になります。で、なんかね、いまいち気が乗らないときは、こういうウェアをね、新しくするっていうのも一つの手なんですよね。この新しいウェアを着て運動するっていうのが報酬になるんで。で、そういうふうに、無理やりすぐ得られる報酬を作って継続していくといつの間にか習慣になってきます。で、調査によるとね、大体一つの物事をね、習慣化するのに3週間かかるって言われてるんですね。逆に3週間継続してできれば、もうあとは無理やりモチベーションを上げなくても自然にできるようになるということなんですね。あとは悪い習慣について考えてみますと、例えばね、スマホゲームね、実生活では何の役にも立たないのに何時間も費やして、ちょっともうこの習慣やめたいなって思ってる人いると思います。もちろんそれが喜びで本当に楽しくてしょうがないっていう人はね、全然続けて問題ないと思うんですけども、
もしそういうスマホゲームとかちょっとやめて他の有意義なことに時間を使いたいっていう場合ですね、どうすればいいかっていうことなんですね。で、スマホゲームっていうのは本当に巧みに報酬システムを利用して私たちをゲームから釘付けにしてるんですね。まあ、例えばね、今ステージの間隔、パズルゲームとかだとステージの間隔非常に短くなってます。もう1分とかそれぐらいで終わるんじゃないですかね。まあ、1分かそれぐらいでステージをクリアしたら派手な映像と音の演出が出てきますよね。クリアーって、これがまた一つの報酬ですよね。で、ポイントをもらってそのポイントをアイテムに変えられる、これもゲームの中でしか通用しないんだけども報酬になると。で、まあ、あとはね、例えば、ログインボーナスとかね。毎日、ログインするだけでポイントがもらえる。あとは、メインのゲームに飽きたら、サブゲームがあるじゃないですか。で、サブゲームで遊んで、ポイントがもらえて、それで、メインのゲームが有利になるアイテムももらえるとかね。そういう形で、飽きさせないように、もう短い単位で報酬を繰り返し出して、モチベーションが落ちる前に、飽きる前に、報酬でまたモチベーションを上げてっていうのを繰り返してゲームから離れられなくしてるんですね。非常に巧みな方法です。で、ここから逃れるには一つ。例えば、これからスマホゲームするぞっていう時に自問自答してみてください。今からこのゲームをすることで自分は何を得られるんだろうか。あとね、もうゲームをしちゃってる場合、例えば30分ゲームしちゃってる場合は、今まで30分ゲームしてきたけど、この30分で私は一体何を得たんだろうかって自問自答するんですね。で、この自問自答する行為っていうのが冷静になる、我に返る、あ、俺は何をやってるんだってなれるチャンスなんです。で、これね、1回とか2回やったぐらいでは効果ないかもしれないです。ゲームをするたび、ゲームを始めようとするたび、もしくはしてる最中に何回も何回も自問自答を繰り返すと、次第に我に返っていく。あ、こんなゲームしててもしょうがないなっていうふうに思えるきっかけになるかもしれないです。まあ、そんなことで、いい習慣を継続する方法、悪い習慣を断ち切る方法、ちょっとしたコツについてお話ししてきました。以上です。